はい、教えてコンサドーレのコーナーです。あの拓磨選手にお越しいただきました。はい、あの選手、はい、たくさん質問来てます。はい、ちょっとかな、ちょっとどっちですか。たくさん来てます。たくさん、はい、札幌に帰ってきて最初に何を食べました。最初に食べたのは、よく行ってる家の近くの焼き鳥で焼き鳥を食べました。そしたら、あの店ですね。はい、あの店です。はい、そしたら、あのカウンターがチームメイトだらけなんかチームの貸し切りみたいな。そんなことある？はい、びっくりして。そんなことあるの？はい、ちなみに誰と誰が？僕食べ、友達と食べてたんですけど、そしたら、うん、ミンテと白井が来て、うん、でその後、チャナと T さんとカウイン来て、うん、カウンターがもうコンサドーレ。カウインも来たの？はい、初めてっつって。すごいね。はい、そんなことある？コンサドーレだらけのカウンター。ちょっと邪魔しないで。サッカーに関してちょっと聞きますけども、はい、最近覚えたタイ語を教えてください。サッカー関係ありますか？それ語学的なやつじゃないですか？最近全然タイ語をチャナから聞いてないんで覚えてないですね。覚えてない。はい、僕が覚えてるのは、うん、あの CM でも使ったんですけど、ナラッチャンルイチュアライカップっていう。もう一回いいですか？ナラッチャンルイチュアライカップ。意味は？君かわいいね、名前なんて言うのってチャナに教えてもらって、じゃあもうみんなもう そこのタイキャンプの時の席、うんうん、ミンテ、ソンユン、僕、武蔵菅選手で、みんなでそれしか言ってないっていう。みんなそれだけ。みんなそれ、誰にでも答えもなってないし、ない誰にでも言っちゃうのね、はい、それを。でもちゃんと名前はあっちも言ってくれるの。皆さん覚えました？はい、もう一回いいですか？ナラッチャンルイ、チュアライカ。絶対覚えられない。ありがとうございます。はい、じゃあ、これも面白いか。自分のちゃんとは歌えますか？歌えますけど、ちょっと歌うのは恥ずかしいんで。了解です。でも、いつも、まあ、キャンプ中もそうなんですけど、トランプとかやってたりすると、うん、深井選手が口ずさんでくれます。それもすごいね。いきなり、あーラーノート歌い出すんですよ。やめろよっつって。なんか想像つくね。ずーっとかって歌いながら、ね。はい、じゃあ、チームメイトで結婚するなら誰を選ぶ？逆に誰が嫌ですか？っていう質問来てます。誰がいいんだろうな。いいのは、前も多分言ったと思うんですけど、ソンユン。うん。ソンユン、どこがいい？どこがいい？ジェンドルは、まあ、だし、まあ、あと背も高いし、うん、まあ、僕はあんま容姿は関係ないんで、まあ、そういうのはあんま容姿はタイプじゃないですよ。まあでもあとお金持ってる。あ、そこだ、そこだ、絶対そこでしょ。はい、僕は本当甘えたい。じゃあ逆に誰が嫌？誰が嫌か、誰だろうな。意外と、リクとか丹崎。ああ、なんか、まあ、部屋汚そうっすそこなんだよ。そこもそうだし、まああとはなんかちょっと子供っぽいところがあるんで、なんか何でも逆にやらされそう。あれやってこれやってのになりそう。引っ張ってってくれます。タイプになりそう。はい、なかなか面白い質問でしたね。ありがとうございました。じゃあ最後に、はい、ファンサポーターの皆さんに一言お願いします。今こういう状況で、試合がない状態が続いてますが、試合が決まって、皆さんも、楽しみな時間が増えると思うんで、それまで一緒に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。